はい、今日も読書レビューしていきたいと思います。今日はこの儲かる仕組み作りはやらないことから決めなさいという小山昇さんの本です。小山昇さんというのは、武蔵野という会社の、社長をやられている方で、内容としてはですね、このタイトルにあるように、やらないことを決めるということに着目して書かれている本です。で、第1章が自分自身のやらないことを決める。第2章がリーダーとしてやらないことを決める。第3章が経営者としてやらないことを決める。4章が常識の中からやらないことを決める。5章が IT に関するやらないことを決める。と、ビジネス全般にわたって、この小山さんが考えている、やるべきでないことっていうのが書いてある本になります。で、いつものようにいくつか興味深かったところを紹介していきたいと思います。で、自分自身のやらないことを決めるというところで、一つ面白かったのが、よく言われますけど、他人と同じ時間帯で生活をしないと。朝混んでない時間帯に出社して、で、みんなが、退社する頃にはもう自分の家に着いてるというような時差を、作ってやって、効率的に移動すると。で、これはよく言われることですけど、私はこの本を読んだ時に、初めて、そうだなというふうに気がついたんですけど、なかなかできないんですけど、やっぱり常にこれは一生にわたって意識して、人と同じ動きをしないようにすることによって、目的というか、達せられる効果は同じでも効率的に動けるということがあると思います。あとは、リーダーとしてやらないことの一個の中に、この社長の小山さんは、自分に盾ついたことがない人は部長にしないというふうに決めているそうです。で、理由としては、もちろん多分そういう人間じゃないと優秀じゃないっていうのはあると思うんですけど、それ以外の社員の目に、部長になるためにはごますっていればいいのかっていうふうに映ってしまうと。そういう、組織論的な観点からも、その社長に、小山さんに盾ついたことのない人は部長にしないと、偉くしないということが書いてあります。これ全般にわたって、わざわざ組織論ということは書いてないんですけど、やっぱりそれなりに、中小企業、小さめの会社の社長をやられているので、やっぱりその社長ご自身が組織についてどういうふうに考えているかということが、あらゆるところから感じられる本でした。とかですね、あと経営者としては、社員が辞めても補充しないと。で、理由としては、その人が減ると、残された人々は大変になるんだけど、そういう時にその業務の洗い出しができるから、あえて補充しないと。で、いらない業務からどんどんやらなくなっていく。要は効率化というか、スリム化されていくということが書かれてます。で、これは全ての会社に適用できないこともあるかもしれないし、やり方を間違うと、社員が疲弊するだけになっちゃうんで難しいんですけど、そういう考え方もあるのかということは、面白いなと思ってみました。あと経営者としてもう一個ですね、これも面白いというか、シンプルなんですけど、意外と意識してなかったなと思ったのは、採用するときに、優秀かどうかじゃなくて、その会社の価値観に合うかどうかで採用しているということが書いてました。で、能力が高い人材を取るっていうのはすごくいいことなんですけど、やっぱりビジョンとかが合わないと、結局、ある程度長い目で見た時に、会社のために動いてくれないとか、会社に対してあんまり、ポジティブなことを、アクションとして起こさないということで、やっぱりその武蔵野という会社でのビジョンに共感できる人間を採用すると。で、そのためには、例えばホームページに当たり前に書いてあることを、採用面接で聞いて、それをちゃんと理解してるかとか、そういう形で具体的には確かめてるということが書いてました。あとは、そうですね、あといくつか、そうです、あと常識の中からやらないことを探すということで、エコひいきを批判しない、つまり推奨するということで、書いてたんですけど、これはエコひいきの対象が、お客さんから喜ばれてる社員に対してはエコひいきをすると。つまり手厚く評価をして、なんていうかな、社内でちゃんと表彰されるようにしてやると。で、そういうふうにしないと、やっぱりお客さんが大事だっていうことが具体的に伝わらないので、ちゃんとお客さんに対していいサービスを提供できてる社員に対してはエコひいきをして、褒めてやるということが大事だということが書いてました。あとは最後ですね、IT に関するやらないことっていうことが書いてあって、で、全5章のうち、 IT っていうのがわざわざ一章割かれてるのは、この武蔵野っていう会社は結構早い段階で IT にも積極的に、
手を出していると。手を出しているというのは、その効率的に業務を遂行するツールとして IT というのを積極的にこの小山さんを中心に、採用してきたんで、わざわざ一章割いてあると思うんですけど、その IT 導入というのが、これまでこう進んできて、その中で、成功している会社と失敗している会社、武蔵野は成功しているという事例が中にいっぱい書いてあるんですけど、失敗と成功の分かれ道になっているのは何かというと、その業務を強化する手段として、強化だったら、自分たちが強みとしてやっていることをさらに効率化したり強化するツールとして IT を頼っている会社は基本的に成功するんだけれども、逆に自社が弱いようなところをその IT でなんとか補填というか補ってやろうっていうような企業に関しては、苦労していると。だから基本的に IT の使い方っていうのは、あくまで道具であって自社の弱みをカバーするものではないというふうに考えると、この IT ってものが理解できるということが書いてました。で、そうそう、IT は使いこなす技が必要な武器であって、すぐに結果が出る助っ人じゃないと。で、これは今これ紹介したのは、やっぱり最近 IT、AI とか IoT とかそういうものがこう叫ばれてますけど、やっぱり日本の会社っていうのはそんなにそういうものが得意な会社ばっかりではなくて、特に私がいる製造業なんかっていうのは意外と苦手にしてる、会社の方が多いんじゃないかなと思います。で、そういう中で、じゃあ何のためにその IT の導入をするのか、AI であったり IoT の導入をするのかっていうことをちゃんと確認しないといけないよねっていうのをちょっと最近感じてたので、この本の中では共感した内容になります。はい、今日は以上です。で、この本は定価が500円ぐらいで、ページ数としても100、200ページ弱、すごく読みやすくて、このちっちゃい文庫サイズなんで、結構一冊持っといて、たまにペラペラって読んでみると、すごく当たり前のことが当たり前に書いてある本だなという印象なんで、たまにさっと見返すにはいいかなと思います。今日は以上です。